滋賀県南郷水産センターは、滋賀県大津市にある魚のテーマパークである。滋賀県漁業共同組合連合会が管理、運営している。魚と自然と人間との関わりをテーマに掲げ、水産資源の増殖、保全、漁食文化の啓発普及を目的として、釣って、掴んで、触れて、食べて、直に魚と戯れる場所を提供している。 滋賀県が主体となって土地の造成、取得、建物や池、取水施設等の増殖施設を整備している。1966年5月1日に開設。滋賀県漁業共同組合連合会が企画したもので、当時は琵琶湖漁業の不振を取り返すため、行楽ブームで観光客を多数呼び込み、収益を魚を増殖するための資金に充て、 沿岸の漁業従事者に活路を与えるのが狙いであった。ご挨拶。滋賀県漁業共同組合連合会。2019年10月17日閲覧。ABOO 都市 1983P436ABC ご利用案内。滋賀県漁業共同組合連合会。2019年10月17日閲覧。場内ガイド。 滋賀県漁業共同組合連合会2019年10月17日閲覧交通案内滋賀県漁業共同組合連合会2019年10月17日閲覧ありがとうございます